まずお祝いして、そしてまた祝福を祈りたいと思います。お名前を教えていただいていいですか。ごめんなさい、何回もね。高田祐介、祐介さん、祐介くんね。じゃあ祐介さんのために、一緒にお祈りしたいと思います。いいですか、皆さんでね、変なことしないからね、祝福祈りますんで、みんなでね、囲んで、後ろも囲んでね、お祈りしましょう。祐介さんの、救われました、これからのね、歩みのために、祝福されるようにね、天国行く日まで、イエス様と共に歩めるようにね、お祈りいたします。いいですか。はい。目つぶってね、心合わせてください。一緒に皆さんになります。天のお父様、ありがとうございます。祐介兄弟をあなたが、救ってくださり、ありがとうございます。このような形で、祐介さん救われて、天に流し下されました。神様、あなたが、祐介さんの人生をこれから導いてくださり、神様、あなたが彼の人生の導きを、あなたの若い子に作り主を覚えなさいと、神様、祐介さんが、その方たちが救われたことを心から感謝いたします。神様の祝福が豊かにありますように、あなたの祝福が豊かにありますように、心からお願い申し上げます。感謝を持って、感謝を持って、愛する主、イエス様の皆で祝福して祈ります。アメン。アメン。アメン。じゃあ、祐介さん、おめでとうございます。改めまして。ちょうどね、今日ね、終わったところだったんで、よかったら最後のね、反省会やったりするんで、よかったら一緒に混じってもらっていいですか。5分ぐらい。もう帰りますか。わかりました。はい、じゃあ、チェヒさんから今日の、報告をしていただきます。今ちょっとすいません、喋っておりますんで、すいません。はい。取らないでですね、寂しかったんですけども、チョン・チュインさんがマスクを持ってきて、今度はマスクとトラップを一緒に配ったらですね、うんと効率が良くなって、私54枚渡しました。本当に感謝します。また今日はユースケさんがイエス様を受け入れる決心をしたということは、本当に喜びを受けることだと思います。これからもっと頑張って、たくさんの方々に福音を届けることができますように思いたいと思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。
あとはまあ来月とか再来月くらいにまた同僚の人と一緒になった時にまたぜひ紹介して普通にここに来させてあげたいと思いますので。そうですね、第3月曜日ね、6月は21日ですので、はい、あの夕方6時からはい、よかったらね、一緒に今度はね、その私は僕が好きだった喜びをね、伝えてくれる方にもぜひよろしくお願いします。あ、よろしくお願いします。同僚の方に同僚の方に入ってください。確かに皆様、受け入れましたね、伝えてね。はい、はい、喜んでくれると思います。もうね、みんなの喜びです。天においても喜びがあります。はい、はい、ありがとうございます。続いて、今週来月は雨が多いですが、そんな雨もみんなで滋賀県照らせられますように、コロナに負けないで気をつけて頑張ります。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。どうもね、どうもね。またお願いします。じゃあ、井上さん。はい、あの、本当にですね、ゆうすけさんが救われたってことは、本当にね、みんなも喜んでるし、一番、天の神様も一番喜んでる。本当におめでとうございます。感謝します。もう嬉しいですよ。見上げれば。私はね、こう16年、17年ロボデンドしてるんですけど、はい、救われたっていうのがね、初めてここで起きたってこと、嬉しくて嬉しくてしょうがない。この場で救われたっていうのは。はい、ああ。何とか起こってるよ。でもね、本当に明確ですね。明確に。ああ、まずね。本当にもう、おめでとうございます。ね、ぜひとも、この教会にあの集って、神様をね、表す証人として、これからも人生をイエスと共に歩んでください。ありがとうございました。感謝します。はい、青い教授、お願いします。田中ですけど。田中さん、はい、ごめんなさい。今日はあのここまで1時間10分ぐらい歩いてきたんですけど、うち8割ぐらい雨で来たんですけど、ここに入れてビビるみたいな、座ったら雨が止んで、やれる状態でずっと雨降らせてやれてよかったなって。まあ、今日最後にしか食われませんでしたけど、この方がね、なんかきっかけがあって、またの機会を参加したいと思います。今後ともよろしくお願いします。はい、今後ともお願いします。サムで参加してくださってありがとうございます。私は春口と言いまして、あの、私もユースケさんよりも同じくらいで、ね、18歳の時に何にも知らないでイエス様を信じて、今までずっと信じてます。イエス様を信じて、ね、本当に人生変えられたのでよかったと思います。これからもずっとね、このイエス様の、ね、恵みが続きますので、イエス様ずっと信じてね。はい、ハレルヤ。おめでとうございます。イエス様信じられるというのは本当に私も喜びいっぱいです。あの、神様はユースケさんのことを本当に愛しておられて、もう一瞬誰ともこれから離れることはありませんから、ユースケさんも神様から愛されていることをこれから実感していかれると思います。神様は本当に無限大に祝福されるですから、これからも神様の愛をいっぱい受けて素晴らしい人生が送られるようになりますので、私たちもお祈りしてまいりたいと思います。祝福をお祈りさせていただきます。これからも、はい、ありがとうございます。はい、相良さん。吉田さん、おめでとうございます。こんばんは。仕事に向かってお金になると思います。私も昔は苦しくて、話にもなって、こんな元気よく歌うところではなかったんですけども、それで、相良純夫さんが覚えてくださって、祈ってもらったら、心が今日に来ているんですけど、あの29番の歌が一番大好きな歌なんですね。29番の歌の歌は毎日聴いて、特別に。本も買ってますけども、歌も行ったりしたりしてますけども、それが私の心の安らかにした感じがします。
どこでも3年か4年前に参加してますけども、その頃はあんまり歌えることができませんでした。2年前の小池屋全中さんに、小池さんが私、小池さんに覚えてくれて、待ってやすくて、それから声を出るようにして、いろいろと言ってできるようになりました。ですから、これからも、だんだん歌えるようになるってことですね。覚えてください。ありがとうございます。以上です。今日はね、雨降ることと覚悟で来て、まあ、まずね、雨の濡れてもいいギターにしました。ちょっとね、安物だったんでね、あんまりうまくいかなかったんですけど、でもね、雨から守られて、あとね、ちょっと気持ちが暗くなるかなと思って、ちょっと明るい目のネクタイしてきてね、なんですけど、でも神様はね、ずっと雨から守られてね、まあ、雨でも晴れるやとかね、雨だったら、アーメンでもいいんですけどね、つまりね、雨が降ったら感謝します、晴れても感謝しますってことでね、神様が一緒にいるとね、そういう人生になるんですよね。はい、まあそういうわけでですね、今日も2時間一緒にね、力を合わせて、この場所で伝道ができて、本当に嬉しかったです。また新しくね、クリスチャンになった方も、ゆうすけさんもいらっしゃってね、本当に天に、栄光がありますようにね、お祈りしたいと思います。あと、ユースケさんに一生懸命声をかけて、これ、縦したり横したりしたらまずいんだよね。あ、喜びの拍手。はい、じゃあ最後、鈴井さんね、どうぞ。はい、今日は本当に、天気も守られまして、ユースケさんも救われたところも見られまして、本当に今日ここに来てよかったと思います。はい、今日ねディレクターとしてね頑張ってくれました。鈴井さん、ありがとうございました。それでは最後にね、もう一回感謝の祈りを短くして終わりにしたいと思います。祈りましょう。天のお父様、今日の伝道が守られ祝福され、ありがとうございます。3週間できました。またチラシの時間終わりました。その中で多くの人たちにキリストの愛が伝えられることを心から感謝します。どうぞ神様、今日の私たちをイエス様、私たちが救われます。また私が救われますように、この町が救われますように、参加したお一人お一人を祝福してくださいますように、心からお願いします。申し上げ、愛する支援者の皆でお願いします。アーメン。それではね、ちょっと恥ずかしいかもしれないですけど、皆さんで一緒に3回ハレルヤといきましょう。3回ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。終わりますんで長く引き止めちゃってね、すいませんでした。お疲れ様でした。この後ね、片付けしますけれど、ちゃんとね、お帰りになる方々はどうぞ。